これだけは絶対にやらないでください。こんにちは。金持ち本100冊を読んでわかった50の黄金ルールを書いたアッキーです。それでは今回は50歳を過ぎたらやってはいけないお金の話について解説していきます。2000万円問題が一人歩きを始めて、テレビや雑誌など各種メディアで取り上げられました。定年後に必要なのは貯蓄を増やすことよりも毎月の収支を黒字にすることが大事です。毎月の収支が黒字であれば大事な貯蓄を切り崩す必要もないです。また定年前後の5年間はお金との付き合いにたくさんの罠があります。この時期は月々の収入は減りますが、退職金を手にすることで誰でも罠にはまりやすいです。実はこの定年前後の5年間が寡黙期と呼ばれています。この本では老後破綻に直行してしまいかねない、やってはいけないお金の話を学ぶことができます。そして寡黙期の罠にはまらない方法が詳しく説明されています。今回はその中から厳選した50歳を過ぎたらするべきことを7個解説していきます。勉強になった、もっと知りたいと思った人はいいねやコメントをください。1個目、実際の老後資金はいくら貯めればいいのか。50代になると子どもの教育費はほぼ終わり、60歳前後になってから家を買う人も少ないです。50代にとって貯蓄することの一番の目的は何なのか。それは老後の生活資金につきます。目標とする金額は75歳になるまでに100歳までの25年間のお金を作ることです。非常にざっくりとした数字ですが、共働きの夫婦が厚生年金で確保できるお金は月に30万円程度です。このお金は大幅に減額される可能性はなく、生涯受け取り続けることができます。75歳以降の住処を有料老人ホームにしたとします。入居一時金で1000万円と仮定し、夫婦で2000万円です。退職金はご褒美と考えるのではなく、これから必要になる生活費だと思って考えれば強い武器になります。もし退職金が少なかったら入居一時金を引き下げるなど柔軟に対応すればいいです。2個目、50代のうちに今の生活を改める。収入は確実に減ります。老後破綻しないためにはゴールの目標額を貯めることと同時にもう一つ大事なことがあります。それは毎月の収支を黒字にすることです。そのために必要なことはこれからの収入や支出がどう変わるのかを知ることです。まずは収入がどう変わるのかを見ていきます。まず55歳前後になると役職定年を迎えます。会社の制度によって異なりますが、一定の年齢に達すると今の役職を降りる儀式が待っています。全員が平社員です。そして役職定年になると給料が減ります。そして65歳になるとめでたく年金生活が始まります。年金生活になっても自分の収入はそれほど減らないと思っている人がいますが、それは大きな間違いです。現役時代の給料と同額の年金が出る制度などありえないです。どの程度の受給額になるのかは毎年誕生日の月に郵送されてくる年金定期便を見ればおおよその額はわかります。平均的なデータですが、夫が会社員で妻が専業主婦で年金は月に22万円程度です。年金を繰り上げ受給すると大幅に減額されてしまいます。そのため雇用延長でもいいので、働けるうちは働くことを心がけていくことが大事です。また支出の額も減っていきます。こんなものかと思い込んでいた支出も見直せるポイントがあります。通信費や食費など浪費を避けるだけでもだいぶ引き締まります。50代になった時点で60歳以降の生活をイメージして、徐々に生活規模をダウンサイジングしていくことが大事です。結果として月々の支出は収入の範囲内に必ず収めるように意識してください。3個目、退職金をご褒美と思ってはいけない。退勤を目の前にすると冷静な判断ができなくなります。退職金の大きな落とし穴は、それを一時金で受け取ると預金通帳にたくさんのゼロが並んだお金がポーンと入金されていることです。大企業の部長クラスで定年を迎えたら退職金の額は2000万円を超えて3000万円くらいになります。ある日自分の預金口座に3000万円ものお金が振り込まれるため気も大きくなります。しかし一旦冷静になってください。ここで無茶なことをすると本当に一生後悔します。長年働いた会社を退職してなんとなく自分にご褒美をあげ
たい気分になります。慣れていない人が大金を目の前にするとどうも冷静な判断ができなくなるようです。今まで投資などをしたことがないのにいきなり投資を始めてしまうのはまさに典型例です。退職金はよほどのことがない限り使わないと決めて中途解約しにくい金融商品にするのもありです。例えば個人向けの国債です。個人向け国債は元本保証のため元本割はないです。しかし中途解約すると本来なら得られた利子が目減りしてしまうため安易に中途解約する行動を抑える効果が期待できます。またそれとともに購入してから1年間は解約できないです。本来ならこれはデメリットですが退職金の運用先として考えると大いにメリットです。なぜなら退職金をもらって浮かれている頭をクールダウンさせる効果が期待できます。もう一つ退職金の無駄遣いをしなくなる考え方を紹介します。実に単純ですが受け取った退職金の総額を今の自分の生活費で割ってください。例えば受け取った退職金が1800万円だとします。そして今の月々の生活費が30万円だとします。いずれ生活費は徐々に減っていくとしてもそのままの生活費で単純に計算してください。1800万円割る30万円は60になります。つまり60ヶ月分です。わずか5年です。この数字を頭に入れておけば1円たりとも退職金を浪費しようと思わないはずです。ぜひ大金である退職金の使い方にはくれぐれも注意してください。4個目、うかつに年金の繰り上げ受給をしてはいけない。繰り上げ受給を選ぶと変更できないことがあります。公的年金は65歳になると受給資格が生じますが受給年齢を繰り上げることができます。つまり60歳からでも受給可能です。しかし繰り上げ受給を選ぶと60歳から年金を受け取ることができますがその反面受け取れる額は少なくなってしまいます。その額として 30% も減額されます。一度繰り上げ受給を選んでしまうと途中から修正はできないです。繰り上げ受給を選んだ時点で生涯 30% も減額された年金を受け取り続けるしかないです。また繰り上げ受給をすると重い障害を負っても障害年金の受給ができないです。障害年金は繰り上げ受給の老齢年金より多いですがその受給権を失ってしまいます。60歳だったらまだまだ十分に働くことができます。60歳で働かずに隠居するという選択肢はないものと思ってください。そして実際に65歳になったら今度は65歳から年金を受給する必要があるのかどうか考えてみてください。もし65歳になっても十分に元気で気力があってまだまだ働けるのであれば年金の受給開始年齢を65歳ではなく70歳に繰り下げてください。70歳まで繰り下げることで 42% も割増しされます。年金っていうのは最低請求です。つまり申請をしないと受け取ることができないものです。したがって繰り下げを希望する場合受給しますと言わなければいいです。65歳の時に送付される年金請求書というハガキには繰り下げを希望される方はこの提出は不要ですと書いてありますが同時にこのハガキを提出しない場合65歳以降の年金のお支払いが一旦止まりますという文言があります。そのため多くの人がこの最低請求書を提出してしまいます。今時元本保証でこれだけ高いリターンが得られる金融商品はないです。もし自分自身が元気なら繰り下げを積極的に利用してください。しかも年金の繰り下げ受給に関しては自分の好きなタイミングで受給開始ができます。繰り上げ受給は一度決めたら二度と修正は効かないです。しかし繰り下げ受給であれば例えば繰り下げ中に68歳になって少し働くのがしんどくなってきたら年金を受給したいと申し出ても大丈夫です。その時点で増額された年金を受給できます。万が一大きな病気を患ってお金が必要になったら受け取らなかった年金を一時金で受け取ることができます。ぜひ年金の繰り上げ繰り下げのポイントを把握して活用してみてください。5個目、生命保険で資産形成をしようと思わない。日本人の多くは保険に対して絶大な信頼を置いています。個人金融資産は2018年12月時点で1830兆円ありますがこの 53.8% に相当する984兆円が現金預金です。それに次ぐ371兆円が保険になります。そもそも生命保険商品の本質は保証にあります。それにもかかわらず無理やり運用商品に仕立てようとするからおかしなことが起きます。運用商品として生命保険の種類の中で変額保険というタイプ
イプがあります。当たり前ですが、この変額保険は保証機能があります。そのため保証部分を確保するためのコストが必要です。純粋に運用に回せるお金は少なくなります。運用に回せるお金が少なくなれば、その分だけ運用利回りは低下します。昔この変額年金がとても人気を集めていました。その理由は保険だから大幅に元本を割り込むようなことはならない。それに万が一の時には払い込んだ保険料とほぼ同額の保険金が出る程度です。しかし実際に保険料を払い込んだ時点で投資信託の購入手数料や信託報酬よりもはるかに高いコストが差し引かれています。こういったことからも保証と運用っていうのは切り離した方がいいです。保険で資産形成をしようとせず、あくまでいざという場合の保証に限定して生命保険に加入することをお勧めします。6個目、預金は元本割れしないを信じてはいけない。預金は元本割れしないと思っている人が大半だと思います。確かに銀行預金は元本保証、確定利回りを売りにして資金を集めています。銀行預金は取扱銀行の信用力を背景にして元本が保証されています。ただし取扱銀行の信用力を背景にした元本保証のため、その銀行が破綻すれば元本に影響が出ます。具体的には預金保険の範囲内でしか預金が戻ってこないです。預金保険によって守られている額は元本1000万円とその利息分です。例えば2000万円を預金していた銀行が破綻した場合、1000万円近くの損失が出てしまいます。ただし銀行が経営破綻するのは今の日本においてはかなり究極的な状況です。振り返ってみれば、1980年代のバブル経済が崩壊した後、1990年代の後半に多くの金融機関が破綻しました。しかし今ではそれも正常化し、当時と比べれば銀行の破綻リスクは大幅に低下しています。普通に銀行の経営が行われている時でも、実質的に銀行預金が元本割れするリスクがあります。銀行に預けることで得られるリターンは利息です。銀行預金は株式の株価のように元本の価値が変動しないため、値上がり利益は期待できないです。預金の利息は物価との見合いで決まります。つまり物価が年に 1% 上昇するのであれば、物価上昇率を上回るように利息が設定されるのが普通です。では今はどうなのか。2019年3月の消費者物価指数を前年同月比で見ると、生鮮食品を除く総合は 0.8% でした。ということは預金の利息は 0.8% 欲しいところですが、2019年3月の定期預金の利率は年 0.01% です。実質的には預金の価値は1年で 0.79% 目減りしたことになります。結論、全資産を預金していた人の資産価値は実質的に目減りしたことになります。このように考えると、銀行預金は決して元本保証とは言い切れないです。もっと言えば、この超低金利によって ATM から時間外および休日に預金を引き出すと、その手数料によってやはり実質的に預金が元本割れするケースがあります。対策としてインフレに強い資産と言われる株式や不動産などを保有する必要があります。ただしいずれも個人が投資対象とするにはやや難しい面があります。特に50代からインフレリスクをヘッジしながら資産運用するのであれば、株式を組み入れた投資信託を購入して長期で積み立て投資をしていくのが得策です。資産を長期的に少しでも大きく増やしたいのであれば、投資信託を有効活用してインフレ率を上回る資産運用を心がけた方がいいです。7個目、一つの銀行だけにお金を集中させてはいけない。今個人が持っている金融資産の総額は1830兆円あります。これを金融資産の種類ごとに分けても現金預金が過半数を超えています。銀行は一民間企業です。当然倒産するリスクもあります。もし退職金も含めて数千万円を預けている銀行が破綻した場合、破綻した銀行を救済する別の銀行が現れれば預けている預金は無事です。しかし救済してくれる銀行が現れなかったら、破綻した銀行に預けている預金は預金保険の範囲である1000万円のみ保証されます。もちろん預金が1000万円に満たなければ銀行が破綻しても預金は守られるため心配です。
心配はないですが、定年前にある程度の金融資産を築き、退職時に退職金を受け取り、さらに相続も考えるのであれば、銀行預金に数千万円を預けているケースも十分に考えられます。そこで複数の銀行にお金を分散しておきます。1行につき1000万円を上限にして預ければ、いずれかの銀行が破綻しても財産を守ることができます。あるいは証券会社の証券総合口座に入れておくことです。証券総合口座とは MRF という投資信託を決済口座にして、 MRF 以外の投資信託を購入解約したり、株式や債券などの有価証券を購入売却したりする際の資金の受け皿です。預金保険の対象ではないですが、投資信託会社や販売金融機関が破綻しても MRF の資産は全額保全されます。一つに集中させることなく、資産を分散しながら保有しておいてください。解説は以上です。この動画では老後破綻しないために、することではなくしてはいけないことについて触れてきました。あなたが50歳なら老後資金をしっかりと貯め始めてください。定年まで10年以上あると思っていても、その時はすぐに訪れます。あなたが定年前後の寡黙なら、金融機関の甘い言葉に惑わされないでください。毎月の赤字を退職金などの貯蓄を取り崩しているなら、月々の収支が黒字になるように生活を見直してください。今回の解説が勉強になった、参考になったという人はいいねやコメントをください。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。